ケツです。前世ピアノ初級サビ動画の今日は3になります。調節で言うと5から8ですね。右手を練習します。サビの1小節目から今日練習するパートまで一度弾いてみます。では早速説明していきます。まず5、6小節ですね。1番でシを4回弾きます。はい。そして3、4、3でドのシャープ、レのシャープ、ドです。こうですね。はい、では次行きましょう。次もう一度シを今度2回ですね。はい。次に2、1、2、1の順番でソのシャープ、シ、ソのシャープ、シとなります。こうですね。では5小節からいきますね。はい、こうなります。では何度も練習して弾けるようになったら次のパートですね。7、8小節いきます。次に5番、4番、5番、4番、4番、3番、この順番でファのシャープ、レのシャープ、ファのシャープ、レのシャープ、そしてレのシャープ、3番でドのシャープですね。これをファ、レ、ファ、レ、レ、ドですね。はい。そして最後に1番でシを3回です。はい。このようになります。では7、8小節、もう一度いきましょう。はい、これになります。ではここでのポイントですね。ここはですね、6小節のとこです。はい、ここですね、まあ、今までの動きとは違ってですね、またちょっとこうこの親指をまたいでここのソのシャープを弾くところ、そしてまた戻ってまたこうやってまたいでいくところですね、まあ、ここですね。ここ間違いやすいので、ここをですね注意して練習してみてください。ではゆっくり3回練習してみましょう。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、またはうまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。